平成19年6月15日、阿蘇中岳火口の安全を祈願する阿蘇山神社の例大祭が行われ、神職が中岳火口に御幣を投げ入れて、火口の平穏を祈りました。中岳火口の安全祈願祭は、阿蘇山上のレストランや観光関係者らおよそ30人が参列して、阿蘇神社の奥宮、阿蘇山上神社で行われ、阿蘇宮司が中岳の活動が平穏で災いが起きないようにと祝詞をあげ、参列者たちが玉串を捧げて今年1年間の平穏を祈願しました。この祭りは中岳火口の北の池が竹岩立つの御事、中の池が阿蘇津姫の御事、南の池が彦巫女の御事と言われ、平安時代初期より火口に異変があるたびに国家安泰のご祈祷が朝廷より命ぜられていたと国史に記載されていて、阿蘇山上神社のご神体となっていることから、毎年この時期に火口の安全祈願祭が行われているものです。神事の後、雨が降る中、二人の神職が白い噴煙を上げている中岳火口に向かい、払い言葉を述べ、御幣を火口に投げ入れ、火口が噴火しないように祈願しました。